糸里は江戸時代末期の女性。新選組幹部長倉新八が記した老子文久報告記事、新選組天末期では、わちがいや糸里とされている。わちがいや、京都島原の沖やわちがいやの天神で、新選組の副長助金で筆頭局長、芹沢カモの一派であった平間重助の馴染みの女性と言われる。糸里は芹沢カモ暗殺事件の際に、 現場に居合わせていたと言われており、当日の糸里の様子については、昭和の初めに、下沢博が、八木亀三郎から聞き書きした、新選組異文にある。それによると、文久三年九月十八日、日も暮れたので、寝ようと亀三郎と弟が、玄関左手の寝合い入ったら、知らない女の人が床にしゃがんでいた。亀三郎らが驚いて、 母に知らせると、母は驚く風でもなく、別の部屋に床を敷いた。大使と馴染みの女が家に黙って入り込むことは、よくあったらしく、この女性が、糸里だった。その後、平山五郎の馴染みの芸儀の奇境や吉江がやってきて、芹沢の愛人の梅や八木家の女中とお勝手で、談笑していた。やがて、芹沢、平山、平間が帰ってきて、芹沢と小梅、 平山と義恵は、奥の十条間へ、平間は、糸里のいる、玄関口の部屋へ入って同金して寝た。芹沢たちが寝入った深夜、数人の男たちが、奥の部屋へ踏み込み、芹沢、平山、ひお梅を殺害して立ち去った。騒ぎを聞きつけた、平間も、事情を察し逃亡した。そして近藤勇と、ひ方か三が、八木家事情を聞きにやってきた時には、 糸里と、吉江もどこかへ姿を消していたと言われている。しかし、間違いやに糸里という名の芸妓がいたという記録はなく、糸里の蘇生やその後は、一切不明である。ありがとうございます。